カネ・アン・ル・シオンは、フランス、オクシタニー地域圏、ピレネー・オリアンタル圏のコミューン。カネ・タン・ル・シオンは、ペルピニャンの東、地中海岸にある。市街地のちょうど北には、セルダーニュを源とする帝都川の河口がある。町は、気水性のカネ・サン・ナゼール湖の南西部分と接している。湖は、豊かな動植物の地である。カネとペルピニャン、 二つの都市の間をつなぐ高速道路の存在のため交通量が多い。最も一般的な解釈によれば、コネという名称は陰謀語の管に由来するという。海を見下ろす丘には構成施釈の城と村ができ、これが名前の由来になった。カネの名が初めて記されたのは1013年にカステロム、デケインドとしてであった。1017年には、 ビラデコネと1052年にカニタムであった。戦死時代の道具が見つかっていることから、金には古くから人の定住があったことが証明されている。紀元前9世紀から紀元前8世紀にかけてケルト人が移住してきた。1970年代から1980年代にかけ、この時代の葬儀用壺が発掘された。ローマ時代の鐘はおそらく、 ルスキノにとっての海への出口であったのだろう。商品の多くは浜で渡すことになるからである。プウィグ・デルバハ集落ではローマの占領跡が1980年代に発掘された。状態が悪かったため特定できなかったいくつかの建物の基礎部分が発見された。同じ場所から最近、6世紀から8世紀の間の西元時代の遺跡が発見された。 西豪都の定住地の存在を示唆する陶器が再び出土した。住民が現在の町の場所、城の近くへ移動したのは8世紀に情勢が不安定になったからである。おそらくこの時代に最初の防御施設が作られた。城そのものはルサリョーハクゴスフィードが治めていた1050年頃から知られていた。金の領主は数世紀にわたって比較的強力で、 多くの領土を持っていた。1642年、町はフランスからの攻撃で被害を受けた。多くの家屋が破壊された末に町は解放された。1649年4月、ルイ14世によって検証が付与され、ジョセフ・フォンタネラが金吐となった。彼はカタルーニャ、ルシオン、セルダーニュの交換代理となった。18世紀初頭、ついに要塞が、 軍に放棄された。要塞は、その後町の採石場となった。19世紀、町を取り巻く壁が取り壊された。海水浴と関連した活動は、18世紀の小さな集まりの後に始まった。1900年、町は、メーターゲージの路面電車路線で、ペルピニャンと接続された。砂浜に沿って重だった建物ができていった。1909年、金の浜は、 正式に海水浴場となった。1936年の有給休暇の導入で、次の年には成長率がさらに高くなった。しかし、第二次世界大戦で成長が数年停止した。1972年、カネタンルシオンはサンナゼールと合併したが、サンナゼールは1983年に再度分離してコミューンとなった。 現在の鐘は夏と冬に活気に満ちている。参照元、イヘスト、INSEE。ありがとうございます。